記憶シア株式会社 SSD 応用技術部常木と申します。本日はエンタープライズシステム向け記憶シア SSD 最新テクノロジーについて説明いたします。よろしくお願いします。本日のアジェンダになります。最初に記憶シア株式会社について約3分30秒の会社紹介ビデオを交えて記憶シアの事業範囲や製品について紹介させていただきます。 2番目に、キオクシアの考えるエンタープライズ分野の SSD のマーケットトレンド、技術トレンドについて説明いたします。3番目に、キオクシアの SSD 製品の紹介をいたします。4番目に、エンタープライズ分野で今後重要になってくると考えられる GNS、EDSFF 技術について、キオクシアの取り組みをご紹介いたします。5番目に、サードパーティーと取り組んでいる データベース向けプラットフォームの性能改善について紹介いたします。最後にネットアップ様とのこれまでのパートナーシップについて説明いたします。最後までご清聴よろしくお願いします。まず、記憶者株式会社についてご紹介いたします。記憶者は2019年に東芝メモリーより社名変更いたしました。フラッシュメモリーのパイオニアです。記憶者の社名は日本語の記憶と ギリシャ語の価値を意味するアクシアを掛け合わせたものでフラッシュメモリー SSD 事業をコアに記憶の可能性を追求し新しい価値を作り出す企業グループとしてさらなる成長を目指します記憶で世界を面白くするをキーワードにフラッシュメモリーの開発研究を進めていますそれでは記憶シアの会社紹介ビデオを流します時間は約3分30秒です フラッシュメモリこの小さなチップの中には膨大,大な量のデータが詰め込まれているそれは単なる記録ではなく未来を豊かにするための記さまざまな電子機器に搭載され世界中の人々の生活を大きく変えてきたフラッシュメモリそのフラッシュメモリを世界に先駆けて開発し全世界へ供給 私たち記憶クシアは記憶の可能性を追求する数少ないフラッシュメモリメーカーの一つです1987年キオクシアは何の型フラッシュメモリを発明以降大容量化と高速化を目指しメモリセルを微細化フラッシュメモリを2次元から3次元へと進化させ立ち化などの技術革新を重ねてきました 3次元フラッシュメモリであるキオクシアのビックスフラッシュはさらなる大容量化高速化小型化の実現を目指し今も技術的進化を続けています市場が要求する新たなストレージそれらに応える研究開発力キオクシアは先端の研究開発を行うメモリ開発センターを持ち産学連携パートナーシップを積極的に推進メモリ SSD 市場の未来を見通し、業界を牽引し続けています記憶シアのフラッシュメモリ製造拠点、四日市工場一日に二十億件ものデータを AI が解析し、生産を効率化高品質な製品を世界に提供し、膨大なフラッシュメモリ需要に応え続けていますまた、2017年に新設された記憶シア岩手は 四日市工場と連携し増加するメモリ需要に的確に対応キオクシアは先端のデバイス開発と生産を積極的に推進していますキオクシアはフラッシュメモリを応用したさまざまな製品やソリューションを生み出しています用途に応じたコントローラーを自社で開発することでフラッシュメモリのパフォーマンスを最大限に引き出せる製品を実現 高速性・低消費電力小型薄型化動作時の温度範囲が広い性能を持つ製品などでグローバルな OEM 顧客からエンドユーザーまで幅広い顧客のニーズや新たなマーケットからの要望に応えていますテクノロジーの進化により世界の情報量は爆発的に増加そのデータをため込むだけでなく活用することで さららなるる価値が生まれるこれこからの時代その中でフラッシュメモリの可能性は大きく広がっていく記憶クシアはさまざまな分野での情報活用をフラッシュメモリで支え世界とそこに住む人々の暮らしをより豊かなものに変えていきます記憶で世界を面白くする記憶シアはデータ活用による新たな価値創出を支えます 紹介させていただいたビデオを含む記憶シアのいろいろな紹介ビデオは YouTube サイトにもございますぜひご覧くださいこちらは記憶シアのフラッシュメモリーの主力工場四日市工場になります1992年に設立し2018年までの間に Y1、Y2 と順次拡大し現在は694キロ平米 Y6 と呼ばれる 6番目の工場棟までを建設し創業しております。世界最大級のフラッシュメモリー工場になります。高度に自動化したクリーンルームで高効率な生産を行っております。こちらは北上工場になります。四日市工場に次ぐ第二製造拠点として2018年に着工、2020年より生産を開始しております。最後に キオクシアの新しい工場と R&D センターの拡大について紹介いいたします。工場については四日市に Y7 と呼ばれる第7工場を建設中で第6世代3次元フラッシュメモリーの生産にも対応できる予定です。本島は2基に分けて建設し市場ニーズに応じて最先端フラッシュメモリー製品を柔軟に生産出荷する体制を確立します。 1> 第1期分の竣工は2022年春の予定です。また、北上にも K2 と呼ばれる第2工場の整備工事を開始しました。今年の春に完成予定です。R&D センターについては、現在稼働している神奈川県の大船駅近くの横浜テクノロジーキャンパスの横に、新しく R&D センターと 新小安に R&D 用クリーンルームを建設中です。2023年夏に完成予定です。フラッシュメモリーのリーディングカンパニーである記憶クシアは R&D と工場一体になって新たな成長のステージを進めていきます。次にエンタープライズ SSD のトレンドについて紹介いたします。エンタープライズ市場のトレンドは大容量高性能です。 2000年代はサーバーストレージとクライアントのシステムが独立して存在しマーケットの中心でしたが2010年代になるとそれまでのサーバーストレージなどのオンプレミスのシステムに加えクラウドサービスが登場してきました。キオクシアも市場に合わせてエンタープライズとクライアント分野の SSD に加えクラウドサービス用のデータセンター向け SSD の検討を進めました。 2020年代にかけて、サーバーは IT との統合が進みました。例えば、会社の社員証で社員のデータの一元管理、入退場ゲート開閉や出社・退社時間、健康診断、履歴書などの管理が可能になりました。クラウドは、人工知能、機械学習の進化により、莫大な情報蓄積によるストレージの消費と、それをベースにした、例えば、 ショッピングサイトのレコメンド機能監視カメラの人物特定などの進化が進みましたクライアントは自動運転や IoT をキーワードに今や300億を超えるセンシングデバイスとそのデータの蓄積が行われています2020年代は 4G5G 高速無線通信の普及とこれらのアプリケーション連携によりセンサーフュージョンしたデータ活用サービスで さらに爆発的に増加することになりました i d c のデータによると人類が生成する情報量は2020年64ゼタバイトもありますが2025年には約3倍の180ゼタバイトになると予想されています結果としてこれまでの100倍以上のトラフィック10ギガビットパーセック以上のピーク性能が要求されるシステムが必要となりストレージデバイスに対して 大容量、高性能の要求はさらに強くなっています。次にエンタープライズ向け SSD の市場規模になります。出典はトレンドフォーカスのデータです。高速通信 4G、5G を使った IoT や昨今のコロナ影響による在宅勤務などの働き方変化で SSD の市場成長は依然非常に強く2020年約100エクサバイトあった 市場規模は2025年で300エクサバイトまで約3倍に達する見込みです中でも青く四角で囲ったこの分野エンタープライズ高速インターフェースの p c i 市場の成長が大きく全体の約半分近くを占めています高速化大容量化に対する記憶者の取り組み例になりますこれは記憶者製品 CD7 の分解概略図になります 1>, 1はホストと難度をブリッジする SOC コントローラー2は PCIe や SAS などホストとのインターフェースとなるコネクタ3はホストから来るデータを難度に書き込む際のワーキングラムとして使用する DDR4 は難度になります SOC コントローラーは周波数の高速化ホストとのインターフェースは例えば PCIe の場合 5.0対応による高速化。難度は大容量化として 3D 難度の積層数増加、QLC 化、パッケージの小型化やパッケージ内のメモリー積層数を増やすことで進めます。難度の高速化としてコントローラー SOC とのインターフェースであるトグルスピードの高速化も進めます。また高速化することで電力が大きくなり発熱が大きくなるため、 放熱設計も重要になります。このような一つ一つの技術の積み重ねにより、高速化・大容量化を実現しています。PCIe 5.0世代での高速化・大容量化の達成見込みです。高速化については、PCIe 5.0に対応することで、3 2ギガトランスファーパーセックから6 4ギガトランスファーパーセックにバンド幅が増えることで、 2倍の高速化が達成できる見込みです大容量化については現在 32TB を実現しておりますが新しい EDSFF フォーンファクター特に E3.LE3S2T に対応することで PCIe5.0 世代には 32TB から 64TB に対応が可能になりこちらも2倍を達成できる見込みです。 さらに2025年以降に向けては次の次の世代である PCIe6.0 の研究も記憶シアは進めています次に記憶シアの SSD の製品紹介をさせていただきます記憶シアはエンタープライズデータセンタークライアントクラスにカテゴライズしそれぞれの用途に適したラインナップ製品を揃えていますこちらの製品になります 本日はエンタープライズ分野ということで、青色で囲ったエンタープライズデータセンタークラスの SSD 製品について、次ページ以降で説明いたします。エンタープライズ SSD には PCI Express NVMe 製品として CM シリーズ、SAS インターフェース製品として PM シリーズ、ローレインテンシー製品として FL シリーズがあります。 最新の NVMe 製品は CM6 で特徴は PCIe 4.0サポート、デュアルポートサポート、容量ラインナップとして最大 30TB があります。一方最新の SAS 製品は PM6 で特徴は SAS4 サポート、デュアルポートサポート、容量ラインナップはこちらも最大 30TB になります。老齢転身製品は FL6 で 特徴は PCIe4.0 サポート、デュアルポートサポートで、記憶者の XL フラッシュを採用し、60DWPD を実現しています。NVMe 製品 CM シリーズの比較になります。CM6 は PCIe4.0 のサポートにより、PCIe3.0 世代の CM5 よりもバンド幅は3 3 5 0 m b ト s から6 9 0 0 m b メガバイトパーセックと約2倍の性能となっております。同様にランダム性能、レンテ体シーも大幅に改善しています。サス製品 PM シリーズの比較になります。PM6 はサス4のサポートにより、サス3世代の PM5 よりもバンド幅は2100メガバイトパーセックから4150メガバイトパーセックと2倍の性能となっています。 同様ににランダム性能、も大幅に改善しています。データセンタークラスの SSD はクラウドや大規模なデータセンターなどで要求される機能に特化し価格と性能のバランスを重視したモデルとなります。CD7 シリーズは2種類のコンファクターをサポートしています。 2.5インチフォームファクターは CD6 の後継として PCIe 4.0対応、容量ラインナップ最大 15TB となります。EDSFFE3.S フォームファクターは PCIe 5.0に対応し、現在サンプル出荷を開始しています。次のページで詳細を説明します。EDSFFE1.S サポートの製品として、 X-D6 もあります。CD7 シリーズの E3.S フォームファクターについてのプレスリリースの紹介です。2021年11月9日に E3.S で PCIe5.0 のサンプル出荷を開始したプレスを行いました。 マックス性能は PCIe4.0 とほぼ同等ですが PCIe5.0 として接続が可能です。記憶者の技術力で PCIe5.0 に対応したワールドワイドで初めての製品になり現在 OEM 様から評価を頂い,いております。次に記憶者のフォーカスしている新しい技術 GNS と EDSFF 技術について説明します。記憶者のゾーンのネーーンネムスペース、ペいわゆる、 GNS の取り組みです。GNS はホストと連携することで SSD 内でアプリごとのデータを整理し難度書き込みを実行します。これにより課題であった難度のライトアンプリフィケーションファクター、いわゆる無駄な書き込みの指標を改善する新しい技術になります。フラッシュメモリーは上書きができず、 一旦書き込んだデータを読み出した上で、再書き込みを行う必要があります。そのため、追加書き込みはライト性能悪化に加え、無駄な書き込みによる難度負荷・劣化につながります。具体的には、従来型では上側の図になりますが、ホスト側から SSD に来る様々なデータを上書きすることはできないので、読み込んで、新しいデータと一緒に再書き込みを 時系列に行います。いわゆるラランダムライトでで書きき込んでいきます。一方で GNS では下側の図になりますがホスト側から受信したデータをアプリごとに書き込むデータに SSD で整理しゾーンと呼ばれる空間に分けてシシーケンシャルライトで行います。今後 QLC デバイスなどに GNS を活用することにより低コスト大容量化を進める可能性が非常に大きく 注目される技術になります。現在、キオクシアでは OEM 様向けに POC 開発を行い、共同で評価を行っております。次に、キオクシアのスニアで規定されているエンタープライズ及びデータセンターに向けた新しいフォームファクターに対する取り組み、いわゆる EDSFF の取り組みです。EDSFF は大きく分けて E1 と E3 の2種類の規格があり、 5つ,つの共通なメリットがあると考えています。まず最初は容量です。2.5インチに対し薄型となっており、高密度実装が可能となります。また、e 3、S、2 t や E3.L というフォンファクターもあり、難度実装エリアも多く、大容量化が可能です。次に SI 性能です。2.5インチに対しカードエッジコネクターとなっているため、特に、 Gen5 のような高速通信では信号劣化が少なく効果が大きいです。3番目は電力です。E3.S は U.2 と同様に25ワットですが、E3.S2T、E3.L は最大40ワットまで拡張できます。高速化や大容量化に伴う電力増大に対応可能です。4番目は熱特性です。 コネクター小型お及び薄型のため、熱設計や冷却設計の自由度が広がり、熱対策が容易になります。最後はコンパチビリティです。1 U 2 U サーバー専用に設計、過去資産の流用が可能です。クラウドは M.2 口径で E1、エンタープライズは2.5インチ口径で E3 に使用されます。 今後の SSD 高速化、大容量化に向けた新しい EDSFF は非常に重要です。記憶者では CD7 で E3.S を実現、現在サンプル出荷中です。次に最新の SSD の活用事例について紹介します。記憶者エンタープライズ向け低冷凍 CSSD、FL6 のデータベース高速化の取り組み紹介になります。 サードパーティーが開発したデータベース管理プラットフォームは SSD に最適化されており左側に示す通りファイナンシャルサーバーやアドテックに適用可能なデータベースになっております右側のグラフはサードパーティーが提供しているデータベース管理向けプラットフォームのパフォーマンスとレーテンシーのサーティフィケーションツールによる評価結果になります CM6 と比較して FL6 ではスループットが2倍以上の1メガトランスファーパーセックと大幅に改善レイテンシーも12セック SLA で0%とこちらも大きく改善しております非常に良好な結果を示していますこの結果からわかるようにデータベース高速化に向けた低連低ンーシー SSD の適用は非常に有効であり 今後もサードパーティーとデータベース性能向上に向け協力をしていく予定です。最後にネットアップ様と記憶シェアのパートナーシップについてご紹介させていただきます。2014年の SAS 製品 PM2 より採用いただいております。2017年サードクォーターに通算1000ペタバイトの出荷を達成し、パートナーシップを深めてまいりました。 昨年は6月に新規 NVMe 製品として PCIe 3.0に対応した CM5 を7月には新規 SAS 製品として SAS4 に対応した PM6 の採用を決めていただいており現在次の製品も提案させていただいております現在 OSSG ESG 様では SAS 製品の PM5, PM6、PM NVMe 製品の CM5 を採用、SolidFire 様では CD5 を採用いただいております。また、新しいエンタープライズ SSD 技術の共同評価など、積極的に協力させていただいております。以上で本日の説明を終了いたします。記憶シェアはこれからも ラッシュメモリーのリーディングカンパニーとしてエンタープライズ分野の SSD 最新テクノロジーの研究と製品開発を推進してまいります。ご清聴どうもありがとうございました。